さん、アロハ。フリーアナウンサーの久本真奈です。さあ、今回もですね、ドレミ楽譜出版社さんが発行しているウクレレ入門の本を使いながらウクレレレッスンを始めていきましょう。今回はですね、実際にウクレレを構えて弾いてみたいと思います。イエイ。でもその前に、全くの初心者なので、まずはですね、パーツの名前を勉強しましょう。まずこのこれがですね、ボディだそうです。そのままボディだね、この部分をヘッドというそうです。さらにこの一つ一つのポチポチをペグ、これはチューニングをするときに使うんですって。あとここがナット、この4本の弦が、ね、引っかかってますけど、これをナットというそうです。またこの押さえるところがフィンガーボード、ここにですね、ちょっと丸がポチポチとついてるんですけど、これがポジションマークというそうです。なるほど。あ、ここ自体がネックというそうです。頭、首、体ってことですね。なるほど。はい、あ、もうこれ絶対覚えられないわ。一回じゃ、他にもいろいろ名前があるみたいです。ゆっくり覚えていきましょう。では早速ウクレレの構え方、こういうイメージありますけどね、ウクレレの構え方は基本的に力を入れずに優しく抱えてください。はい、座って弾くときも立って弾くときも構え方は同じ。左手はね、これで合ってると思うんですけど、ボディの構え方ですよね。と、何？胸と肘の内側で挟んで固定。こういうことか。あ、これで行くんですね。人差し指の付け根付近にヘッドを乗せる。あ、人差し指の付け根、この辺りにヘッドを乗せる。こういうことですね。これでこっちの弦を落ち着かせるんですね。なるほど。おお、様になっている。ではウクレレを弾いてみましょう。単音で弾く場合は、右手の親指のもう本当にこの先端だけを使って弾くんですって。ではいきますよ。弦の上から下に向かっていきますよ。優しい音色がすごく癒されますね。結構ね、強く弾かないとしっかりした芯のある音は出ないんですね。なんか優しくジャンカって弾いてるイメージあったけど、結構力強く弾いてるんですね。最後もう一回いきます。できた。いや、これはこちらの指を押さえてコードを弾けるようになると一気に一曲マスターへの道が近くなりそうですね。いかがでしょう。みんな上手にできますか。